よろしくお願いします。まぶしい。はい、カットです。はい、カット。欲しかった、こういうのが欲しかったです。なかなかないですよね。ピクニック行く時とかも、お花見する時とかも、ちょうどね、ビールを6本入れて、上になんか惣菜とチーズを入れて、シュッ、完璧みたいなサイズですよね。でちょっとこう、ああね、ちょっと重いからほらちょっと持っててって旦那さんに言ったとしても、旦那も違和感なく持てますよね。このシンプルで、あのネイビーのシックな感じだったら欲しかった私は今狙っているのがタッセル付きのローファー欲しいです。年々洋服がどんどんシンプルになってきて、足元にこの揺れるタッセルがついてたら、このシンプルが逆にかっこよく見えるんじゃないかと思って、タッセルの力を信じたい靴って最後にじゃあ行ってきますってこう履いてトータル完成するじゃないですか。だからなんかお化粧でいうところのこうチークみたいな色をほんの一差しするだけで顔が華やかになったり、疲れている顔が生き生き見えたりっていう効果が靴にあるんじゃないかなと思います。いつもの例えば定番のスニーカーとかローファーをちょっと明るめの春色のものにしたりとか、今日みたいに素材をエナメルにしたりとかして遊び心を出すと、ファッション全体の感度が上がるような気がします。で特にね、こう忙しい働く女性とかお母さんとかって、まあ、ヒールも大好きなんだけど、やっぱりフラットシューズでそれが完成されたらパーフェクト、その日一日ハッピーラッキーですよね。ありがとうございます。